試験延期に伴う学習強化、ガイダンス管理会計論の方を始めていきたいと思います。担当アレクセンに移行こうし、二宮です。よろしくお願いします。はい、えー、こちらはですね。まあ、タイトル通りではあるんですけども。あの会計士の試験がまあ延期されたということで、まあ、その延期に伴ってまあ、これからの学習の方向性、あるいは方針についてですね。あのお話ができればなというふうに思っています。 であの私の方でね、ちょっと20分ほどあのお時間いただきまして、あの次のその延期された後のね、担当式試験に向けた学習戦略と、であとその仮に論文の試験についてはね、どうなるか分かりませんけれども、まあ、論文の試験っていうのが日程が変わらなかった時ですね、まあ、その5月担当、本来受ける予定だった人たちは、まあ、今度、論文の対策前の期間っていうところがかなり短くなりますので、 事前にある程度論文対策も視野に入れておく必要性がありますから、まあ、担当と論文の対策ですね、まあ、同時並行してやっていくにはどうすればいいのか、まあ、そういったことをお話しできればなというふうに思っていま,す、はい、でまずね、その担当対策に関してね、ちょっと焦点を当ててお話をしたいなと思うんですけれども、まあ、基本的に、ね、担当についてはまあ日程がまあどうなるか分かりませんけれども、まあ、仮に1か月後ろに倒れたとしてもですね、まあ、基本的なその学習の方向性自体は特に変える必要性はないと。 まあ従来通りですね5月の末に試験があったものと考えて、まあ、継続的にこれまでやってきたことを積み重ねていただくのが、まあ、一番望ましいのかなというふうには思いますだからまあ計算などに関しましては反復用教材があるでしょうから、まあ、これまで使ってきた反復用の教材っていうのをまたね継続的にそれを回転数を上げてやっていただくとこの基本的なねその計算の反復演習っていうのが、まあ、最も計算力につながるところとなりますんで まあこれをしっかりとねあのこれまで通りこなしていくっていう作業をまあ一番中心に考えてくださいただね一点ご注意いただきたいのがその受験生っていうのは基本私はまあアスリートと同じだと考えているんですけども、まあ、その試験っていうところがまあ試合の日で,でそれまでまあその試験当日に向けてまあトレーニングを積み重ねていくわけですよねで自分のピークを試験当日に持っていく必要性がありますので その得点力のピークを試験当日に持っていくためには、どういったことに注意しなければいけないのかっていうのが、一つ問題になってくると、これまではね、5月の下旬に行われることを想定して、その緻密にスケジュール立ててる方は少ないかもしれませんけども、漠然と5月下旬に試験があるなっていう、それを頭の中に入れておいた上で、で、ある程度、こっちの分野に力入れようとか、この理論の細かいところまでこの時期に見ておこうとかですね、ざっくりしたスケジュール感っていうのは持ってた方が多いと思うんですよ。 でもそれがまあ1か月ぐらい、ねまあ、遅れる可能性が出てくるというところで、まあ、早く、ね、試,験発表試験の日程発表してほしいなって思う気持ちは、ね、私もあるんですけれどもあの、その1か月、ね、その試験が遅れたとして、その自分のピークを、ね、その1か月後に持っていくためには、まあ、どうすればいいのかと。あのまず、ね、大前提として考えていただきたいのが、その基本、試験1か月前になってきたときに、あまりその計算を、ね、ガリガリやる時期ではもうだんだんなくなってくるわけですよ。 まあ、もちろん個人差はあるんでね、一概にその皆さんに当てはまるような普遍的な、ね、考え方っていうのはありませんけれども、ただまあ、一般的な話としましてあの、大体試験1ヶ月ぐらい前になってくると、どちらかというと、計算については、まあ、これまでやってきたことの,その維持をしていく、で理論について、まあ、ちょっと細かいところを詰めるっていう作業を始めていかなければ、ちょっと間に合わないと考えられますので、まあ、それをね、ちょっと頭の中に入れていただきたいんですよ。 他に試験が6月下旬に行われるとするならば6月に入るまでのところには少なくとも、まあ、計算についてはある程度維持をしていくという感覚で取り組んでいくで理論については、まあ、その6月に入ってからちょっと細かいところを詰め始めるという,そう,いう、ね、感覚であの取り組んでいただきたいんですね。 だからある意味ね、その5月に入ってからその細かいところを詰めていくっていうね、そういったか想定をしていた方いるかと思うんですけど、まあ、試験がとにかく延期されていますから、まだね、細かいことを詰めていく必要性はないんですよ。まあ、5月上旬ぐらいであればね、まだ計算っていうところをちょっとブラッシュアップするだけの時間はありますんで、ある程度計算に時間を割いてもいいのかなというふうには思います。まあ、計算中心にしろとは言いませんけれども、あの例えば1日8時間あったときに、これまでね、 あの計算6時間理論2時間っていうようなそういった時間配分でやっていた方は、まあ、計算5時間で理論3時間っていうまだ計算ねちょっと比重多めにしてもらってもいいのかなとただまあ6月に入ったら、まあ、計算については大体3時間ぐらいにとどめてであと5時間ぐらいは理論の学習をしていくっていうふうに切り替えてもらった方が、まあ、いいのかなというふうには思いますんでね、まあ、そういうざっくりとしたスケジュール感であの自分のねこれからの学習のそういった方針っていうのを決めていただくのがいいのかなというふうには思いますはい で、まあ、試験が、ね、延期されたことによってあ,の、まあ、あまりこれは喜んではいけないことではあるんですけども、まあ、勉強がね、まだ追いついていなかった特にまあ初回受験の方にとっては、まあ、少し、ね、その勉強の猶予期間というのが生まれましたのであのこれまでできていなかったところですね、まあ、論点切っていたものとかもあるかと思うんですけども、まあ、1つ、2つね、あの新しい論点とかその切っていたものについて、まあ、取り入れてもらってもいいのかなというふうには思います。それぐらいのの時間的余裕は、ね、多少でで、きましたので まああのこれまでちょっと時間がなくて切っていた論点についてもちょっと見てやるかというところで少しね手を広げてあげるっていうのも考えてもらってもいいのではないのかなというふうに思います、まあ、特にまあ理論でねあんまり管理会計で切ってる人っていうのは少ないかなとは思うんですけどもあの何か特定の分野で理論でやっていないことがあるのであれば、まあ、そこについてはねちょっと重点的にやっていただくっていう作業を行ってもねあの十分間に合わせることができるのではないのかなというふうには思いますはい だからまあちょっとねやれることが増えたんだというふうになかなかまあポジティブに捉えることは難しいとは思うんですけどもあのそういう前向きに捉えていかないとねななかなか学習のモチベーションも上がってこないかと思いますので、まあ、ちょっとそこはプラスに捉えてねあの、まあ、試験のね期間というところが伸びて嫌だという気持ちはあるかとは思うんですけどもあの自分のねやれることまだ伸ばすことができる分野があるというふうに前向きに捉えていただいてあの学習に取り組んでいただければなというふうには思います。はい であと、ね、担当対策ってことを考えたときに、とにかくその管理会計については時間との勝負っていうところが大きいので、そのタイムマネジメントをしっかりやっていくと、まあ、これは常にね、あの講義の中でも申し上げていることではあったんですけれども、まあ、その時間を測った問題演習ですね、まあ、これをやらなければいけないと。 で最後に受けたね模試からもう1ヶ月以上ね、ねその最終的な本試験の当日まで開くことになりますので、あの1ヶ月間、ですねそういったまあ時間間隔っていうところを培う訓練やっていないと、ですね、まあ、どうしてもその1時間の中で16問を解くっていう感覚が抜けてしまいますから、必ずどっかのタイミングで、できれば試験2週間ぐらい前のところで、その1時間っていう時間を計ったうあで、まあ、の点数を最大化するっていう、そこのトレーニングをね、必ず1回、2回は行うようにしてください。 肌感覚でどうしても忘れてしまうんですよね、やっていないと。もう当練受けてからですねもう2ヶ月ぐらい、最終的にはその6月下旬に試験が行われるとするならば期間が空くと思いますので、もうその担当の1時間で16問解くっていう感覚を忘れてしまいがちですので、まあ、それを思い出すっていう作業をとにかく行うことをですね心がけてください、これも絶対やっておかなければいけないんですよ、今の本試験っていうのは時間の使い方がものすごく大事ですから、もう管理会議は絶対時間足りませんからね。 かなり簡単な問題じゃない限りは1時間で16問解き切るっていうのは難しいですから、まあ、現行の、ね、難易度の高い試験のことを考えたときにもう確実に2、3問、ね、あの時間が足りないと2、3問手つかずの問題が出てくるっていうのは普通ですから、まあ、そういったことを、ね、しっかりと頭の中に入れた上でこの試験に臨んでいかないと取れるものも取れなくなってしまいますからとにかく時間間隔ですねこれを思い出すっていう作業は、まあ、一番大事な作業だと考えてください。はい とかちょっと、ね、約束事と,として覚えておいていただければなとは思いますね。はいでまあ、担当対策については、ねまあ、以上ということになるんですけれども、まあ、基本的にはあのー、今までやってきた方向性で勉強の方は継続していただくとただまあ試験が、ねまあ、延期されたことによって、まあ、ちょっと猶予期間が生まれましたのであのやっていなかった論点とかあるんだったらそこを、ね、ちょっと積極的に潰しに行く作業をやってもらってもいいのかなと。 あとは、まあ、理論については細かいところを進めるのは6月に入ってからでも十分間に合うかなと思いますので、まあ、とりあえず5月中に関しましては、まあ、計算をまあ中心というよりは、まあ、少し軸足を計算に置きながらですね、まあ、対策を取っていただくのがよろしいかなというふうに思います。で次に論文対策なんですけれどもあの論文対策に関しましては幸いにして管理会計については担当と論文で一番差のない科目ですね管理会計がね。 他の科目はね、どうしてもあるる程度単論でで差が出ててくると思ううんですよ。まあ、どうしてもね、長い文章を書かなければいけない科目が多いというか監査論とか企業法とかっていうのは担当対策と論文対策っていうのがまるで違ってくるかと思うんですけども、まあ、管理会見については論文式試験とはいえどもですね、まあ、あの昨年度の試験なんか顕著でしたけどその回答のね、まあ、行数が1行の問題が非常に多いんですよ。まあ、単純に、 その会話文の空欄に入る用語を答えるとかですね、まあ、1行の回答をしていくような問題がまあ十何箇所もあったんですよ。だから非常に比重としてねそういった1行問題っていうのが多いんですねでせいぜい書いてもですね、まあ、5行とかの、まあ、行数になってくるんですけどその5行の行数とかっていうのもどちらかというとねその理論の典型的なところをね書かせるっていうよりはその計算に紐づ付いたまあ理論を書かせると計算の結果を受けてですね まあその工場長が行った意思決定の内容について推定しなさいとかですね、そういう問題が出てくることになりますので、どちらかというと、計算ができていれば、ある程度理論についても部分点を拾うことができるっていう問題がまあ多いと考えられますので、その5行問題とかっていうのも、純粋に理論を書くっていうわけではありませんから、管理会見についてはね、もちろんそういう問題もあったりはしますけども、どちらかというと、計算に紐づ付いたその現場対応型のね理論問題っていうのが多いのかなと思いますので。 まあ純粋なな、ね、理論でで行6行書くっていうのは結構稀なんですよ。だからまあ3行ぐらいのねそういった行数っていうのを理論対策としては想定していただくっていうのがスタンダードな対策の取り方なのかなと思いますのででもう2行3行とかになってくるとねその文章力とかっていうのはほとんど合否に影響しないわけですよ。 どちらかというと問われていることに対して要点をちゃんと答えることができているかどうかがポイントになってきますのでその対策っていうのはガリガリ書いて対策を取っていくっていうよりはどちらかというと普段のねそのテキストの読み込みであったり1問1答これを読み込む作業をしているかと思うんですけども、その読み込む作業をするときに、まあ、自分で説明できるかどうかっていうのを意識して読んでいるかどうか。 そのインプットしていると同時にアウトプットっていうのも意識できているかどうかっていうのが重要なポイントになってくるわけですよ。単純に一問一答を読んでいる時に正語判断ができるだけではダメで何で合っていて何で間違っているのかそこの説明をできるようにしておくっていうのを心がけていただければこれでもう論文対策にもなるわけですよ。 だからちょっとねその脳みそに負荷がかかるイメージにはなってきますけども面倒くさくてもこの作業っていうのをやっておけば担当を開けたときに別途、ね、管理会見について何かね理論対策で、まあ、論文の対策としてやっていかなければいけない、えー、も,ものっていうのはありませんのでこの担当のときにもう一通り完結させることができますから。 もうね、ちょっと負荷はかかるかもしれませんけども、あの普段ね、その単に正誤判断だけやっていた方は、ちょっと自分で解説を作るっていう作業を意識しながら、ですね、あの一問一答などの読み込みをや行っていただくといいのかなというふうに思います。もうそれでも論文対策も賄えると。もうね、管理については、仮に8月の論文式試験が日程変わらなければですね、もうやる余裕なんかないですよ。 もう重点的に管理会計をブラッシュアップするような時間というのは、担当を開けてからはないと考えてもらった方がいいので、租税法とか選択科目の学習を優先しなければいけませんから、もう管理についてはその6月に行われ、6月かどうか分かりませんけども、担当式試験が行われる段階でもう完成させるという意識は持ってください。もうそれ以降は触れなくてもいいぐらいの、ね、感覚で取り組んでおく必要性があります。はい、で次に計算対策なんですけども 計算についてはね管理会計はあの特にね、まあ、これは理論と一緒なんですけどもそのなんか別途やらなければいけないことっていうのはほとんどないんですよあのレックでいうと担当問題集っていうのが上級講座に紐づ付いた教材としてはありますけどもその上級講座の教材なんかはその1問が結構重たかったりするじゃないですか過去の論文式試験のねそういった数値を変えてあの作ってる問題とかもあったりしますので まあその担当問題集を使いながらね、その回答の答えを隠しながら、まあ、答えを出せるかどうかですね、数字を出せるかどうか、まあ、その訓練をやっておいていただければ、それがもう論文対策にもなりますからね。結局、論文とはいえどもね、財務会計と一緒で、まあ、その一個一個の設問っていうのは、すべての資料を使って回答するわけではありませんから、まあ、個別の論点の組み合わせでしかないですからね。 担当対策をやっていればね、ねそれが論文対策に直結するところとなりますので、別途計算についてもですねやらなければいけない要素っていうのはほとんどないんですよ。し、まあ、いて言うなら、その担当終わってから、ですねその総合問題という形式にある程度なれる作業は必要だったりはしますので、まあ、時間間隔を身につけておく必要性がありますから。 またね、担当と違って論文については2時間という時間制限になってきますのでちょっと肌感覚で変わってくるところがありますので、まあ、それは担当終わってからですね、2時間時間を計って、まあ、当詮を受けるという作業を行っていただくといいのかなというふうには思います。はい、でああととはね、ちょっとその余裕があればでで結構なんですけども、あの もうね、現段階である程度、その5月の段階とかで、ある程度管理会見については、担当対策はもう一通りのことはやったという方については、論文の過去問も見てもらうといいのかなというふうに思います。まあ、論文対策ってことを考えたときに、まあ、どうしてもまずはね、論文式試験っていうところが、まあ、どういったレベル間の試験なのかをまずは把握しておかないと、具体的な対策っていうのを取りようがありませんからね。 直近3回分ぐらいで結構ですので、まあ、論文式試験っていうのがどの程度の問題が出されていて、まあ、この問題に合格基準点を、ね、取っていくためにはどうすればいいのかっていうその自分の学習の方向性を決める上で非常に有効な作業になってくるかなと思いますのでまず論文の,、ね、その本試験っていうのを見ると。見ると まずは適を知らないとね、具体的な対策を取ることができないかと思いますので、まあ、これあくまで時間的に余裕のある方ではあるんですけどもその5月中とかにですね、まあ、論文式試験っていうのがどういったものなのかっていうのを確認する作業をやっていただくといいのではないのかなというふうには思います、はいまあ、なかなかね、時間に余裕のある方っていうのは少ないとは思うんですけどもただ、ね、その論文のね、その試験問題を解くっていうのもその担当対策にもつながりますからね。 論文でしか使えないわけでは当然ありませんのでその論文の本試験で、まあ、少しね担当よりも資料の分量の多いものをね見ておけば担当のね一問っていうのは分量が少ないなっていうふうに思えるようになってくるかと思いますので少しねその担当一問のね問題をクリアしていくハードルが下がるっていうのはメリットとしてあるのかなと思いますから。 まだ論文の試験見たことない方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういったものをねちょっと目にしていただいてあこれ、担当の方がむしろ一問っていうのはだいぶ楽だなっていうふうにそういう感覚をつ、ね、かむことができれば、まあ、担当の本試験でもですねちょっとプラスに働くところがあるのかなといいう,うに思いますとにかくね管理会見についてはそういったメンタル面もねあの試験の点数に影響するところがあるかと思いますので、まあ、自分はねその論文のちょっっとそういった資料の多いものを見てきていると。 で担当についてはね、ねむしろ資料が少なくて解きやすいんだと、まあ、そういう感覚を持つことができればあの、ちょっと難しい問題であったとしてもね、ねうまく立ち回ることができるのではないのかなというふうに思いますので、まあ、コーチトレーニングも兼ねてね、ねそういったことをやっていただくのは、まあ、十分意義のあることかと思いますので、まあ、時間的に少し余裕がある方は、ですねちょっとご検討いただければなというふうに思います、はい、だからまあ以上、まとめると、ですね、まあ、論文対策に関しまして、理論についてはとにかく、 まあそのテキストの読み込みなどを行うときに、まあ、アウトプットを意識しておくと、で計算についてはあのこれまでどおりです、ね、反復用の教材っていうのを繰り返しやっていくと、この作業をやっておけば十分です。であと、まあ、時間に余裕があれば論文の去みを見ると、まあ、この3つのことをですねあの視野に入れながら、論文の対策っていうところも兼ねて、これからの管理会計の学習の方向性ですねあの考えていただければなという,ふうに思います。はい まあ以上がね、私からの話になるんですけども、まあ、とにかくね、その試験が延期されたことによって、ね、ちょっとモチベーションが下がってしまった,まった方もいるかと思うんですけども、あの今年の試験については、ね、本当にそういったね、ちょっとモチベーション勝負じゃないですけども、自分との勝負っていう側面が非常に強くなってくるのかなと、まあ、こういうね、先行きのその不透明感が拭えない中でも、しっかりとね、勉強を日々積み重ねていく受験生っていうのが、あの中には当然いらっしゃいますから、まあそういった方たちと戦っていかなければいけないと。 自分もしっかりとね、日々のそういった訓練を積んでいかないと、まあ、どんどん差を広げられる一方ですから、まあ、そういったね、あのー、自分一人でね、今、勉強している空間だとは思うんですけども、あの自分の見えないところで、ほ、まあ、他の誰かが勉強を頑張っていると、まあ、そう考えていただいて、ですね他の方たちに話されないようにですね、少しでもあの勉強の方にちょっと真摯に取り組んでいただければなというふうに思います。まあ、大変ね、ちょっと辛い中だとは思うんですけども、まあ、ぜひね、あのー、この勉強の方頑張っていただいて、まあ、この 今年の試験については、ね、この辛い中、頑張った人が受かっていく試験だと思いますので、ぜひと,ともですね、あの前向きに取り組んでいただければなというふうには思います、はいまあ、それでは、ですね、えー、これで私の方からの話は以上となりますので、えー、皆さん、本試験、頑張ってきてください。えー、お疲れ様でした。